いいですか、開けて。本当にいいの？おお、すげえ。うわ。改めまして、ジャグラスジャグラー役の青柳孝也です。オリジナルを持ってこう撮影してたんですけど、色も照りも重さもやっぱオリジナルのそれと本当に同じだなって。嬉しくなります。現場の時のあの興奮をすごく蘇らせてくれるし、でこれをいろんな人が持ってくれると思うともうたまらないです。感無量というか、すごく嬉しいです。スイッチオン。で、これまがまがしいですね。地下室を思い出すな。地下駐車場とか森とか。おい、これでもピカーってなってるわけですよね。暗いところで掲げたらすごく赤だからより目立ちますね。迷子の人も助けられるんじゃない。これこっちです。この音がやっぱいいな。かっこいい。これぜひ真似してほしいな。僕こうやってやってみ、ぜひやってもらいたい、みんなに。じゃーん、ウルトラマンさん。お、全部の声がこうダークになってる。へー、そうなんだ。かっこいいな、ウルトラマン。ウルトラマンさん。全然似てねえな。あ、そうなんだ。じゃあ本当にオーブリングとは全然差がありますね。まだ秘密隠されてる。すごいですね、ダークリング。オーブ、お前は希望の光か、それとも底知れぬ闇かな。俺の声入ってる。すごいですね。恥ずかしいやら嬉しいやら。1話か。まだ。この怪獣たちのパワーを食らい、悠久の眠りより目覚めよ。うわ、2話来た。最後の1枚もこの調子で頼むぜ、オーブ。3話、残るは黒鬼王の力のみ。4話。はー、すごいな。これはすごい。ありがとうございます。これ、わー、すごいな。でもやっぱ2話かな。2話の悠久の眠りより目覚めようはクランクインだったんで、すごく気合も入ってたし、思い入れが強いセリフですね。1話もな、1話のラストシーンですしね。すごい、そういうところをチョイスしてもらってありがとうございます。すごく嬉しいです。私、ジャグラスジャグラー役の青柳孝也もおすすめします。ダークリング、絶対に手に入れてくださいね。最後に笑うのはこのダークリングを手に入れた君かな。